なっちゃうぞということを宣言をして、それが環境省のつなげを支えよう森里川海プロジェクトにつながりました。そして何よりもやっぱりもう一回、当時の町と仕事創生総合も雇用を埋めつ稼げということですが、いやいや待て待て、それを生むためにも、地域が失ってしまったストック、自然資本あるいは社会関係資本ストックをもう一回生み上がらせない限りはですね、それは成立しないの。もう一回ストックを、紡ぎ出していく、再生していくことから始めようということもやりました。そして、さっき申し上げたローカルサミット倉敷ではですね、特に一つは地域っていうのはやっぱりそれぞれの地域の中のつながりだと。これは高橋川流域というですね、高橋川という流域が流れることによってこの倉敷を支えているのは実はこの流域全体なんだよということをみんなで考えて、文字通り森里川海、こういうと石井さんから流れる流域全体でですね、この西条全体が成り立つ、そういうようなこと。そしてもう一つ大事なことはやっぱり次世代若者たちからの提言をもらいました。これは中学生高校生からもらいました。その時に発せられた言葉は、大人は私たちの言葉を聞いてくれ、私たちは社会を一緒になって変えたいんだという本当に明確な言葉でありました。そして我々は6月サミット宣言の中で、この間我々やってきた過ちを正しながら次世代に向かってこれからの、未来を支える人たちと一緒に街づくりをやろうということを宣言をさせていただきました。そしてそれを、まあ、集約する格好で第10回のローカルサミット東近江、大体これ西条も同じですけれども、その地域の生産のですね 10% 以上は外に流れる、特にエネルギーはですね大体 5% から 10% 流れていくとすれば、エネルギーも中心とした地域内での循環を作っていくことが必要だよねということで、東近江というのは越川という川が鈴鹿の山脈から流れてきました、これを石寿司と言い換えるとですね、この川、そしてこれが瀬戸内になるわけですけど、森里川海のところで、廊下で同時にこの時に、三方よし基金というものが地域で、まあ、いわばローカルファンドが先行的にできました。ローカルファイナンスが開く確かな未来ということで、第10回ローカルサミットイン東近江ができました。その時の実行委員長の山口さんという女性の方ですけども、地域の主役は次世代ということで、地域の歴史文化、人と自然が調和して暮らしていた伝統的な普遍的な価値観を重要性に築いた私たちを、それを新しい形で実現する実害に確実に伝えなければならない、宣言しました。で、この時の命題はですね、2030年に仮に国が破綻したとしても、東近江は生き残れるかということをみんな分科会で語り合いました。そして、できるね。そして、その時に、もしかして円というものが暴落したとしても、東近江三方よし基金から発せられる、その地域の信用を持った通貨ですね、三方よし商品券が地域通貨として考えるとすれば、それを巡らせていくことによって、地域は支えられる、というようなことを実は宣言をしたところであります。まあ、そういったようなことをやりながらですね、やっぱり我々新しい時代を作っていくためにはですね、もう一回ストックを再生する、森と里と川と海のつながりを作ろう、そしてその中で、地域の資源を循環させていこう、これエコビレッジ構想、そして何よりも地域人材、次の人材を育てるための子どもたち、若者たちが主役だということを、ね、明確にしよう。で、それを支えるためにですね、新しい祭りをしよう。これまでのような行政依存ではなくて、一つは住民自治です。それがさっきの河野さんの話でいうと、小規模多機能自治という地域内分権につながっていく。それからもう一つは、さっきの図じゃないですけど、この間、金融機関はですね、大体6割から7割、地域から集まったお金をですね、国債とかそういったものに国に持っていってます。逆に言うと100地域にあるお金を地域の中で使ってきてないということからすると、その地域で使うお金、地域のお金の地産地消をやろう、それがローカルファンドの発想であります。
で、この新たな祭りごとをやるためには、まず地域の中でできるだけお金を回していこう。地域内循環をやるための地域内上数、マクロでお金をパイを増やすという世界ではもはやないとすると、地域の中でどれだけ回すか。さっきも話があったかもしれませんけれども、ちょっと個別具体的な名前を出すといきませんけれども、大手のショッピングモールで物を買うと、地域の八百屋さんで物を買うときに、お金を仮に同じ100を使ったとしても、地域内で回る循環は計算をしていただければ分かりますけれども、大きく変わるよね。そういったことを一つ一つ心からやっていこう。そしてもう一つは、さっき申し上げたように、地域の中でお金をプールするものを作っていく。これは、地域ファンドと呼びますと、今でいうと、休眠預金があったり、ふるさと納税があって、全国からの市民、地域企業からのお金がある。あるいは地域金融機関、ここで言うと、愛媛銀行さんとか、両銀行さんと連携して、地域の市民債を集めてお金、さらには寄付、遺贈等で、そこのお金をプールしながら、じゃあ、それをどうやってお金を使うんだ、それを地域の中でみんなで集まって、議論して、地域の資源を再生したり、さっきの4つの連立方程式であるとすると、小さなコミュニティファンドを作ったり、そういったことができるじゃないか。これをみんなでやっていこうよということで、我々、ローカルファンド研究会というのを全国で立ち上げながらやって、その一つで一番最初にできたのが東近江散歩用資金でありました。で、それを、いわば真似る格好で、なんと幸せ未来基金を作ったというのところでございます。だからこの3月に作って、早ければこの12月にはですね、これが公益財団ができるというふうになっていくと、今申し上げたような地域でのお金をプールしていくツールとしては大変動きやすく、そしてなんと未来支援センターというところが、小規模多機能で出てくる各地域の地域内でのさまざまな困りごとをですね、集約する、あるいはそれを人的にも支えるけれども、その困りごとをじゃあ地域全体で解決するためのお金の使い方をここで考えよう、そういう仕掛け方を考えましょう。で、それをこの西条でもですね、同じような形でやってみませんかという形で、西条市と愛媛銀行、そしてプラスソーシャルとですね、連携協定を結んで、ローカルファンド研究会を立ち上げてきたというのが大きな流れです。そういうような、地域からのお金の流れが変わると同時に、今、大きな意味で SDGs、あるいはパリ協定ということで、グローバルにもお金の流れが変わってきて、今、金融変革が大きくうねってきているというのは、皆さん、ご承知であろうと思います。この辺はちょっと詳しくは今日はお話ししませんけれども、そういう中で、霞ヶ関等でも、このローカルファンド研究会でも昨年講義していただきましたけど、環境省の中井さんあたりが中心になりながら、それぞれの地域が自立をしていく、自立循環型のモデルを作って、それが連携していくという地域循環共生圏というのが、第5次環境基本契約の骨子になります。で、その時の大きなポイントは何かというと、新しい経済成長を目指すのではなくて、クオリティオブライフ、生活の質が高まる新しい成長を目指そうということが大きな柱であります。それは SDGs が掲げている No one will not be left behind と同じように誰一人取り残さない。要するに生活の豊かさをどう作っていくかという言葉であります。で、地域循環共生圏というのは環境と経済、社会の統合的向上、地域資源を活用したビジネス創出や生活の質と高める新しい成長、いわばボトムアップ、それから地域間のアプローチ、これがローカルな SDGs だということで、今、環境省を中心とした霞ヶ関は、どういった地域を作れるかというマンダラ図をみんな持ち寄りながら、この環境省が作る絵にですね、農水省、国交省、経産省等々がみんなここにいわば寄せ集まって、防災に強い町、あるいは新しいライフスタイルができる街、そして人に優しく魅力ある交通移動体系ができる、あるいは自立分散型のエネルギー、そして何よりも多様なビジネスを生むような創出、そしてそれを支える金融があるんじゃないか、いわばこれが今度いずれ2030年の西条です、ね、
どういう西条市という舞台の中で周期循環の共生の絵を描けるのか、そしてそれを支えるためのローカルファイナンスがどうできるかということが大きな課題かなというふうに思っています。そういう意味で、政府の舞台裏は できております。そういう意味からすると我々としては温かなお金の創出を作る。温かなお金って何かというと、それに対する言葉としては冷たいお金。お金が一人で儲け、短時間で儲け、そんなのなりふり構わず、お金だけは全てといういわば資本の論理ではなくて、みんなコミュニティでどうやってお金をうまく使えるんだ、そして未来のためにどうやって使うんだ、そしてそれを回すためにどう使うんだ、という温かいお金、この温かいお金と冷たいお金がせめぎ合う場がどこかというと、振り込み詐欺の現場です。振り込もうというおばあちゃん、お母さんたちは、みんな温かいお金を使う。で、それを引っ張りしたい輩はですね、冷たいお金でどうやって自分で働かずに金を儲けるか、あの現場で、我々はもう一度、本当に温かいお金をどうやって回すか、その仕組みを我々は考えていかないといけないんだろう。そしてもう一つ大事なことは、これはこの前、夏に勉強した子ども食堂。この子ども食堂を解決をしていくためには、貧困と飢餓と教育の問題によって、食品ロスの活用や社会的寄付と応援します。いわゆる SDGs の17の項目のうち、これだけでも掲げられます。いわば、地域課題を解決することこそがですね、実は地球課題でもあるんだというふうに考えると、我々は地域で問題を解決するためにどうやってお金を使うか、どうやってそれを解決していくか、それこそがいわばグローバルな問題になっていく。SDGs っていうのはそういう地域と地球をつなぐ共通言語であるというふうに捉えていただくのが一番いいのかなというふうに思います。そして、地域資源を活用しながらですね、何よりも我々が目指すべきことは、この地域の課題を解決しながら地域新しい100年の企業を作る。企業というのは別に技術革新の世界ではなくイノベーション、さまざまな要素をつなぎ合わせる、シュンペーターの言葉で言うと新結合です。その新結合を生むためのお金の流れも変えていかないといけない。それがこのローカルファイナンスの話かな、そんなふうに思っています。そんなようなことをですね、実はついこの間ローカルサミットネクストインナントで、一流の田舎をどうするんだということで、1000年後に残る人工物は1000年前からあったの、先祖と力が助かった土徳が含んでくれた。これは野谷君のスライドであります。でまた自社水路でありましょう、都会は何も残りませんということを彼はカンパしていました。そして、我々としてはこの一流の田舎をどうするんだということをきちんと自分たちでそれを住む理由を感じられる中、人々が減少したとしてもこのところで永遠を感じられる場所をどう作っていくか、それを考えられるところが一流の田舎だし一流の地域だということを、何よりも健やかで美しい暮らしをと、今日ここにいらっしゃる、高校生、あるいは中学生の人たちにつないでいけるか、これを我々は考えないといかんのかなと思っています。そういう意味で、実はローカルサミット、ネクストをですね、来年開催させていただこうということで、一応来年10月の31日、11月1日にですね、ローカルサミットを令和2年、ローカル第3回になりますけど、ローカルサミットネクストイン西条をですね、開催させていただこうということで、今回のローカルファンドのコアメンバーの方々に、を主体に実行委員会を組成してですね、進めていっていただき、そしてそれをステップにですね、西条の地域づくりをですね、よりステップアップしていただければいいかな、そんなふうに考えているところで、あります。ちょっと時間があれでございますが、もしご関心のある方は、西条市の安田さんの方に聞いてあげますと、今回、令和元年の、
なんとも黒川サミットを地元のテレビが、放送にしてくれましたので、もしご関心があればご参照いただければなと思っています。まあ、何よりもやはり、地域の間での新しい祭りごと、住民自治、そして、お金の地産地消を作るためのですね、一つお金を地域の中に貯めるプール、貯金箱をですね、作って、そしてそれによって防災にも強い、そして新しい暮らしができるような地域を作っていく金々にできればいいな、そんなふうに思って、このローカルファンド研究会もですね、進んでいっていただければありがたいというふうに思いました。雑白でありますけれども、私の話は以上にさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんの方から質問をいただきたいんですけれども、この後、意見交換会の中でですね、これまで、市の方から、それと、南砺市の川森部長様の方、吉田様の方から、いただいたご意見、ご講演の中からですね、皆さんの中でですね、意見交換をしていただいて、感想なりを共有していただきたいと思います。はい、そしたらですね、ちょっとこの後、それについてご説明をさせていただきます。失礼します。またちょっとご説明をさせていただくんですが、今お手元に、こういう個人ワークって書いてる、A4 の1枚の用紙が配られているかなと思います。ちょっとこちらを伝えていただきます。はい、でちょっと今から先ほど言ってたような意見交換会ということで、簡単に感想をお隣の方と共有するような時間をしたいと思います。で、この感想の共有で特に何か結論を出さないといけないわけでは全くなくって、皆さんいろいろ発表を聞いて何かしらの気づきがあったかなと思うんですが、それを聞いただけじゃなくって気づきを持ち帰っていただけたらと思っています。はい、で早速なんですけれども、流れとしてはすいません、個人ワークということでちょっと頭の整理のためにもその手元の個人ワーク用紙に沿って書いていただけたらと思います。でその後お隣の方と話し合って、ちょっと時間の都合もあるんですが全体への共有もできればと思います。はい、では早速ですが個人ワークということで、ちょっと5分とありますが3分程度でお時間取りますので、はい、ご記入をお願いします。
ではすいません、ちょっと時間短いんですが、そろそろちょっとここで切らせてもらいます。で、はい、それではですね、そのメモを使ってちょっとお隣の方とどんなことを思ったかというのを共有してもらいます。で、お隣の方いないところもありますので、ちょっと振り返っていただいて3人1組とかでお話をしていただけたらと思います。はい、ではすみません、始めてください。ではすみません、またこれも時間が短くて申し訳ないですが、そろそろちょっと作らせてもらいます。はい、いろんなすみません感想がいろいろあったかなと思いますが、ちょっとここでどんなお話が出たかっていうのを皆さんにもちょっと共有していただけたらありがたいなと思います。で、1人も1分程度で全然意見がまとまってなくても構いませんので、どなたか
出たかっていうのを教えていただける方いらっしゃいますか。まだすみません、話が多分続いてると思うんですけどちょっとすみません、ちょっとなんかこうお話が聞きたいなと思うので、ぜひどんな話があったかを。ローカルファンド、コミュニティファンドについて複雑な点もあるが、とても便利で世のためになるものだと感じました。発表を聞いて自分はローカルファンドが導入されたら自分も利用したりとか協力したりとかできたらいいなと思いました。で、ローカルファンドは自分の住んでいる町の将来のために一人一人が考えて行動し協力していくものだと思いました。ありがとうございます、ね、すごい戸惑ったって言ってたけど全然もう本当にいい感想ありがとうございます、はいではすいません、もうお一人くらいどなたかご紹介いただける方いらっしゃいますか。はい、またじゃあちょっとこの紙はこの意見を私たちも知りたいので、ぜひ席のところに置いて帰っていただいて、また市の方でもそういった意見をこう読ませていただきたいなと思っています。なのでちょっと帰りに置いて帰っていただけたらありがたいです。はい、すいません、それではちょっと簡単でしたが感想の共有の時間はこれで終わります。はい、それではですね、これでですね、第3回の、ローカルファンド、研究会は終了させていただきます。で、次回なんですけれども、次回は年明け1月24日、金曜日、19時から、20時30分の間で、開催することとしております。ぜひですね、お知り合いの方とかをですね、お声掛けいただいてですね、今この会場で取り組もうとしていることをですね、もっともっと広げていきたいというふうにも考えておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。